どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日も引き続きパーフェクトフリーズさんのグローブ紹介を行っていこうと思います。第3弾です。まずね、初っ端からとんでもないグローブ出てきますので、皆さんぜひぜひね、楽しく見てください。はい、じゃあお願いします。はい、はい、じゃあお名前をお願いします。はい、リキと申します。リキさん、はい、あ、リキ、リッキーです。リキさんですね。はい、はい、リキさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあグローブ紹介、はい、すいません、もっと本当あったんですけどね、僕セレクトでちょっと紹介の方 で、 です、ね、すいません失礼しますが、じゃあまず1個目ドンと前に出していただいて、はい、これですね、 D by M のオーダー。はい、やばいなこれは。いや、これ一目惚れです。オーダーっすよね。オーダーです。小柳スポーツさん。あー、ちょうどこれが発売してちょっとぐらい、 D by M、 はい、で F100 が出たぞ。うんうん、確か置いてあったなと思って、じゃあ自分も見に行きたいっていう。なるほど。片付けしたやつが置いてなかったんですけど、はいはいはい、まあ、ちょうど1個あったんで手はめたら素晴らしいぞと、これはいいって言って、ちょうどファーストミット買いたかったんで、でお立てできますかねって言ったら、できますよ小柳さんだな、やっぱできますよって言われたらもうお願いしますですよね。まあそうなりますよね。その場でオーダーシート書いて。ちょっといいですか、お借りしても。どうぞ。ありがとうございます。本体がタンなのかな、これは。イエロー、タン、いわゆるキャメルカラーですね。あー、まあ、ウェブ補給面がチョコですね。チョコで、はい、青の、そうですね、レース。あ、じゃあレースか。レースと縫い糸も青ですね。うん、でラベルが、そうですね、オレンジなんですよね。そうなんです。青オレンジ、メッツメッツっぽいですね。ですね。すごいな、これちょっとコンパクトめっすね。あ、だいぶ小さめ、小ぶりで、はい、ファーストミットにしては比較的小さめで、でも張りがやっぱいいっすね。ちょっとはめてもいいっすか。あ、どうぞどうぞ。すいません。あ、フィット感わかる、わかる。言いたかったことすごいわかります。親指のホールドレースと、あの薬指リングのおかげで、ここか、ホールドレースと中にね、ちょっと見づらいんですけど、ここに薬指リングが入ってるので、手の中のフィット感がえげつない。そうですね、ブレないで、全然普通にブラーンってしても落ちない。うーん、いや、まさにこれを求めてた。これ野球女子の人とかもいいかもしれないですね。あ、いいですね。手ちっちゃくても全然入るんで、手小さい方ちょっと参考にしてみてください。はい、じゃあちょっと次のグローブいきましょう。はいはい、とんでもないのが来たな。龍の、はい、内野手用。これは確か STS っていう方だったはずですね。なるほどね。いやー、で、すごいな。小指日本仕様で、まあ普通のちょっと縦目、縦目ですね。すごいな、龍なんか。そんな見ないかんな、やっぱ。これはあの兵庫県は田口スポーツさん、名前の変わる前の田口スポーツさんって言って、まあ、ちょっとチュンメイドと、おい、グローブ買いに行こうぜ。あれ、さっき言ったな。そうですね、そんなやつらと一緒に買いに行って、でもいいな、いいな、うん、買いますって言って、でちょっと柔らかくなりすぎちゃったんで、これも小柳さんでレースとこのヘリ側変えてもらって。もともとは真っ赤でした。なるほどね。レッドオレンジなのかな一応。赤なのかな。でもなんかレッドオレンジっぽい感じもしますけど、レッドオレンジっていう色なのかな。あ、確かレッドは確か高校野球使えないです。そうですね。なんでオレンジっていう名前出してるはずなんですけど、まあレッドオレンジ系で。そうですね。あの、ちょっといいですか。これどうぞ。ありがとうございます。これさ、あ、軽っ軽いですよ。アホみたいに軽いんですよ。お、びっくりした今。もうなかなか内野手も外野手もほとんどやってこなかったんで、はい、ミットばっか使ったんで、やるにしても軽いの欲しいなと思って。500ないんじゃないのこれ。測ったことはないですけど、だいぶ軽いです。すごい。でこのツヤっすよね。まぶしい、まぶしい。軍手使ってもうずっとこうやってました。グローブ付き合いだ。すごいっすね。このね、あとはベルトのね、そうですね、デザインですよね、リュウといえば。ここがすごい、なんかもう惹かれるもんがあって。分かるな。はい、ネクスト。じゃあ2個目はとりあえずこのグローブでした、はい、じゃあちょっと3つ目の前に僕打席行ってくるんで、あの頑張ってきてください。はい、あのまた3つ目あるんで一旦切ります。はい、じゃあ、はい、打席から戻ってまいりました。お疲れ様でした。良かったです。打てて良かったです。ナイバッチです。じゃあグローブ紹介戻りましょう。はい、3つ目のグローブですね。これはトリニティですね。来ました。どこだ、下町の方ですよね。工場どこだっけ。新小岩だったそうだ。小岩だ。下町でもねえけど、下町か。下町ですね。これまあまあ、はい、ラベルが、ラベルが、はい、直視であります。これなんぞやと。そうですね、クッション。これはじゃないクッションじゃなくて、刻印でやってくれたらこういう風な仕上がりになった。こういう刻印か。そうです。でもう一個ここにも刻印あるんです。おー、ウェブのなんで、ラベル、刻印、刻印3種類全部あります。くー
くぅなんかファーストミットにも入ってますよね。あ、刺繍は入れました。はい、ファーストミットなんて入ってましたっけ。同じですこれ。ですよね、はい、いい言葉だと思います。僕もそのタイプなんで他人に干渉されたくないタイプなんで。ちなみにこだわりポイントは、こだわりポイントは実はピッチャー用で作ったんですけど、まあ、あの実は2色ありました。お、これ黒とネイビーなんです。嘘。本当です。よく見るとこれ2個。絶対カメラ越しじゃわからない。そうなんですよ、絶対カメラ越しじゃわからない。このネイビーの色に惹かれて、あ、この色のグローブ欲しい。ただちょっとなんかネイビー一色だとちょっと遊び心足らないよね。黒だったらまあ緩いリーグだったらいっかって。いや、バレねえこれ。バレないですよ連盟でもバレねえそうなんですよ。あ、実は2色なんです。言っちゃってよかったですか。大丈夫です。ありがとうございます。それが、まあまあ、一番のこだわり。そうですね、遊び心っていう点でね、ちょっとしたおしゃれ組んでみようかなと。うん、でもそのね、僕からしたら蛍光のレースもなかなかちょっと珍しいなっていう。そうですね、これもなんか合わせた色何がいいかなと思って、縫い糸でこっちがあったんで、うんうんうん、あ、じゃあ合わせてしまおうっていう、こういうところですね。はいはいはい、マジでかっこいい。OK です、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあね、その3つのグローブ、今日ちょっと腰痛くてね。そうですね、腰痛おじさんなんで、応援だけします。今度対決でね、そこまでには直して、はい、ちょっとバチバチにやりましょう。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。あのパワフリなのに今日ボナールでーすボナールのテックでーす。はい、じゃ あのテックさんにね、はい、ご無沙汰しております。はい、パーフェクトフリーズさんの、はい、大泉テックと申します。はい、ご無沙汰しております。3年ぶりかな、グローブ紹介かな、あっちでやった時。そう、3年前のあっちの紅白戦の時にあのモンタナのベルガードを持ってきて、ね、それ以来なんで3年ぶり、うん、でまたなんか2つほど増えてるってそうですね。まずちょっとグローブ、前にトントン、ちょっとレア品かもしれないです。KB スポーツさんでやってる桜グラブのオーダーですね。小海さんの、小海さんのところのやつです、ね、実はこれ3年前のあの時実はもう持ってたんですけど。あ、そうなんですね。持ってきてなかったんですよ実はその時。ピッチャーやる予定がなかったんで、はい、でピッチャー用ですね。オーダーでここに爆心王って入れてるんですけど、競馬の桜爆心王の、なるほど、イメージグラブということで、だから桜グローブで作った。そうなんですよ、桜だから桜でっていう。なるほどね、カラーリングも桜カラーで、完全に桜カラーでピンクのグラブで、もうちゃんとウェブも桜のウェブで入れてます。あ、そっか、ありますよね確か。そうなんですよ、桜ウェブあって、うんうん、でこれでオーダーでさせてもらって、競馬自体もそうなんですけど、まあ、どっちかというと馬娘の方のモチーフですかね。今期からピッチャー復帰したんで、また使う機会があるので。なるほど、もしかすると分かりますか。これでも連盟じゃ使えないですよね。連盟では使えないです。あのここに1本入れちゃってるんで、まあパワフリがそもそも連盟でやるっていうことがあんまない。あー、オープン、もうオープン系のリーグとか施設リーグ系での試合がほとんどですし、はいはい、まあ、僕もあんま公式戦では練習試合で投げることしかほぼないので、あ、なるほど、まあ、基本的にはもうそれを前提にっていう形で作ってるんで、こんな感じのグラブにさせてもらいました。こだわりは、まあ、さっき言ってもらった桜色とか、まあ、桜色、桜、ね、モチーフですね、まあ、ここの一本線だったりとか、こういうところにちょっとモチーフを入れてます。なるほど、型としてのこだわりは、型としてのこだわりはちょっと縦寄り、まあ、元々あの KB さんというか小海さんのところってソフトボールがメインなんで、横型で片付けしてもらうことが多いんですけど、うん、ちょっと僕が縦気味の方が好きだったんで、あえて片付けをしないで納品してもらって、ゴリスポさんの方にちょっと縦気味でということで片付けをお願いしました。なるほどです。翔平との試合があった時にもぜひこのグローブで投げてもらえれば。今年でも結構あるんじゃないですか。そうですね、あると思うので、もう2回お会いするの2回目ですし、ですね、来月もありますし、 そうですね、そのグローブのね、この成長も、このグローブの成長もちょっとお見せできればと思います。はい、で、あともう一個、そうですね、グローブ紹介にバッテが、珍しくバッテ持ってきました。これもオーダーです。44の、オーダーのバッティンググローブーで、同じく桜なんですけど、うんうんうん、こっち桜爆心王じゃなくて、ここちょっと入れてるんですけど、桜ローレルの、モチーフのバッティンググローブです。44のオーダーってどこでしました。44のオーダーウェブですね。あ、海外の。そう、海外ウェブで。なるほど、グローブと一緒ですね。そうです、色の組み合わせ結構いろいろできるんで、結構面白いですし、まあ、ここの44のロゴが確定で入っちゃうの、入っちゃうんで、まあ、それがちょっとあれかなって人はあれですけど、まあでもかっこいいですね。ここの、ね、紫結構アクセントでいい感じなんで、うん、ちょっとぜひお見せしましょう、はい、皆さんに。そしてここのさっき言った44のロゴと、ホワイトピンクゴールドの皮の部分がネイビーですね。ネイビーで。なるほどです、ありがとうございます。今年は、今年はピンクでガンガンお見せすると思いますそうですね、今実はオーダーしてるので、おお、またお見せします。ぜひぜひよろしくお願いします。今度ピンクじゃないです。なるほどです。
すみません、じゃあね、次回があればぜひまたよろしくお願いします。そのグログも、次回のグログも楽しみなんで、ぜひまた引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後にね、ちょっとボナルさん側で試合出たので取れなくてちょっと時間ずれちゃったんですけど、最後に出演いただきます。お名前お願いします。はい、田中です。田中さん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今ねちょっと実はあっちでグローブ紹介やってたんですけど、あ、そうですね、ちょっと使ってるグローブを前にトントン出していただいて、これはローリングスのファーストビット。そうです、ね、ちょっと新しめ。そうですね、最近半年ぐらい、半年前ぐらいに。おー、ちょっといいですか、お話。あ、どうぞ。ありがとうございます。あ、軽いですね。軽いんですよね。ハースビットにしてはめちゃくちゃ軽い。やっぱ大きいとハンドリングとか遅れちゃうんで、うん、それで立川のベースマンさんに相談したところで、そしたらこれおすすめされて、うん、あ、すごいかっこいいしいいなって買いました。そうですね。で HOH だからはカスもシット系ですね。そうですね、はい、どちらかというと。なるほど、うん、やっぱ一周回って黒タンってかっこいい。そうなんですよね。一周回って派手なのやつもいいんですけど、やっぱり渋くてかっこいいですよね。いやいや、なんかこれこだわりとかってあります？そうですね、そのやっぱりこううまく入れるようにな、救えたりとかするためにやっぱなるべくポケットを深くして、うん、そうですね、あのこうやって見ると分かるかな、ここの幅がめちゃくちゃ、そうですね、広いので、はい、深いなって。だからそういうことも伝えて、あのベースマンさんに作ってもらったので、うん、軽くて深くて、まあ広くはないですよね、深い。そうですね、はい、広くはないけど、だから入りさえすればガッチリと掴める。そうですね、だからもう正面に投げてもらえば、あとはうちのチームのコントロールとキャッチボール力に、あの、まあ、確実性を重視っていう、はい、軽いからこういうのもすごい本当にしやそうだな。そうですね、すごいやりやすくて機能性もいいんで、うん、でももうちょいじゃないですか、まだまだもうちょっと片付けたくないですか。そうですね、いや本当に張りがあるのはあれなんですけど、もうちょっと片付けしたら柔らかくなったら完成かなって、型はできてますね。そうですね、なかなか使う機会がくれないんで。まあそうですよね、そうです、キャッチやってましたもんね。そうですね、ハーストやる機会がなかなかないので、ぜひショーヘッズと今後やることあると思うので、はい、その時はファーストとかも持っちゃって、ぜひぜひ。今日はちょっと振るわなかったですけど、僕ルイ出た時に喋れるかなと思います。はい、お願いします。ありがとうございます、はい、これは祖父母に買ってもらった。ああ、そうなんですね。誕生日プレゼント買ってもらったので、おじいちゃんおばあちゃんに。そうですね、なんで感謝の気持ちを込めながらプレイしていきたいと思います。そうですね、大事に使ってください。はい、はい、そうですね、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、パーフェクトフリーズさんのグローブ紹介3本にわたってさせていただきました。本当に皆さんありがとうございました。今後ねパーフェクトフリーズさんとは、引き続き対戦とか、まあ、一緒にね練習したりとかっていうのがあると思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあらっしゃー。Yeah.